さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気です。はい、元気です。お二人って部下からまた後輩から怒られたななんていう経験ってあります？辛いよね。辛いですね。あります。僕はまあよくね、選手時代もそういうことありますしね。あ、本当ですか。まあでも辛いよ。言い返すにもやっぱり先輩として物事を考えるしね、うん、ああそういうふうに思われてんだとか、うん、そうじゃないよって強気で言っちゃう時もありますしね、うん、でもなかなか後輩も言いづらいでしょ。そうですよね。まあ、言いづらいのもあるでしょうけど、うん、やっぱ言ってもらった方がいいっていう時もありますよね。言いにくいと思う。その方がね、うん、から言ってもらった方がいいのになって、何も言ってもらえないなっていう時ちょっと寂しくなったりとかもしますよね。なんかね、そういう時もたまにありますが、そういう話なの？胸の痛い話？怖い話。何？胸が痛いではなくて、反対にそういう部下が上司に意見を言える、うん、こちらの企業様からご紹介します。どうぞ。華やかなイメージの反面、離職率が高いなどの問題も抱える日本のエステティック業界。そんなエステ業界をより輝かせようと日々努力する男がここにいる。株式会社フューチャーブレイン代表取締役 CEO 佐藤剛。フューチャーブレインは全国8店舗のエステサロンを自ら経営しながら、サロン専門の経営コンサルティングも行うというユニークな会社。実際に経営も行っているからこその経験や成功ノウハウを惜しみなく提供することで、成功サロンを多く生み出し、エステ業界全体のボトムアップへの貢献もしている。そんな佐藤に話を聞いた。実際の実店舗を持ってる、直営店を持ってるっていうのは、まあ、大きな強みだと思ってまして、コンサルティングでね、やっぱり自分の実店舗をリスク持って抱えてやってるっていうのが、ね、まあ、まずないと思うんですよ。でもこれをやることによって、今クライアントさんであるサロンオーナーさんとか、うん、そういうエステとか美容サロンのね、経営者の方々に同じ気持ちになって、まあ、どちらかというとすごく失敗をしてますので、その失敗も経験をもとに、いろんなことをアドバイスであったり、いろんなサービスを提供できるっていうところが大きな違いってなってると思うんですね。だからそこがうまく経営できてなかったら、はい、コンサルティングはできないですもんね。そうですね。そういうことですよね。はい、だからうまくいってるってことよ。はい、そういうことよ。おかげさまで。おかげさまで。はい、今日お持ちいただいた、これはポスターとか。直営店ですね。はい。ああ、そういうことですか。で、新しい、まあ、業界であって新しいカテゴリーを作ろうということで、こちらの場合は、日本で初めての本格ヘッドスパというものにこだわった専門店ですね。こちらはブライダルのエステで。はい、そうなんですね。またちょっと通常のエステとまた違いまして、うん、ブライダルエステというのはですね、もう期限も決まっている中で、はい、いかにその短い期間の中で効果を出していくか、また式までの間にということですか。はい、期限決まってますから。期限決まってますよね。でもちろんそのね、一番当日っていうのが一生の晴れ舞台なわけで、そこまでどうしてもトラブルとかそういった問題を起こしてはいけないという、そういうちょっと繊細な、実は、特殊技能が求められるということで、ブライダルエステの専門店として立ち上げたのがワヤンサラになります。もともと佐藤さんは美容のお仕事をずっとされてるんですか？もともとは、アパレルの人間なんです。はいはい。で、実は大学を卒業、まあ、学校を卒業しまして、うん、大手のアパレルメーカーに就職したんですけれども、はい、もうそれというのは実は実家が、アパレル関連の、はい、父親が商売を経営をしてまして、はい、で実はそれを継ぐためにですね、将来継ぐために下積みとして、はい、修行として大手のアパレルメーカーに勤めることになるんですけども、はい、まあ、バブルが、弾けまして、それとともにですね、父親の会社も廃業に追い込まれるという経験をしております。あ、で、まあ、そこでですね、まあ、考えたって言うんですけど、たまたまお世話になっている先輩の方から、美容の方のお話をいただいたんですけども、うん、で、まあ、美容に入ろうと思ったきっかけというのが、まあ、どちらかというとアパレルメーカーという業界と比べると、まあ、在庫があったりとか、うん、そういうものとは反対で無形のサービスっていうんですかね、はい、全く真逆の業界に住む方がいいんではないのか、うん、また、まあ、母親とかの影響もあったりとかして、女性の永遠のテーマって
美だと思うんですよね。そういったところから美容業界に飛び込もうということで、転職した結果がですね、今の天から預かる転職になったっていう感じだったんです。転職ね、はい、転職になりました。はい、始めたての頃ってどんな大変なことがありました？そうですね、はい、先ほど申し上げましたように、やっぱり女性との接し方っていうのが、実はアパレル時代もですね、女性専門のブランドの、はい、まあ、MD という企画をやってましたので、安易にこう女性でも対応、女性ブランドやってましたから女性のエステでも対応できるんじゃないかと思ったんですけど、はい、全然お門違いで、なかなかやっぱりうまくいかずに、全くの別物、別物でしたね。全く無形のサービスですし、やっぱりいかにこう価値観とか、そういったお客様にね、どういうステータス提供できるかみたいなところに非常にもう苦しんだって経験があります。はい、まあ、それが今のその美容コンサルタントっていうお仕事につながってくるわけですね。はい、そのやり取りっていうんですかね、お客様との、そうですよね、セッションであったりとか、今度自分たちのことをそのお客様に伝えていくことになって、皆さんのところはどういうふうにしていったらいいよっていう、その判断までしていくわけですよね。はい、そうなんです。成功させなきゃいけないわけですもんね。でもなかなかやっぱり最初の、まあ、どのエステでもそうですし、はい、コンサルタントのお客様もそうですけど、なかなか自分の、まあ、初対面の人にですね、なかなかこう悩みとか、その自分のコンプレックスを打ち明けるっていうのは難しいと思うんですよね。でそこにやはり一番苦労しまして、どうやったらお客様から、はい、どうやったら悩んでるサロンオーナーさんから引き出せるかっていうところに、まあ、注力してやってきたのが、まあ、コンサルタントにつながっていくっていうことですね。はい、しかもノルマがないっていうのは、それは直営店のスタッフさんなんですか？はい、おっしゃる通りです。はい、実は業界でもですね、業界の常識っていうのがですね、私もその20代に揉まれたんですけれども、まずノルマがあるっていうのがもう業界の常識と、もう一つが、歩合ですかね、個人歩合みたいなインセンティブがあるっていう、はいはい、そうすることによって起きてる現象っていうのが、結局働くスタッフの給料が歩合給だったりしますので、非常に業界的に安定してないっていうのが悩みであるんです。業界的な上でもね、はい、業界の中でも働くエステシャンとかセラピストも給料が安定しないっていうのが、実は業界の悩みが一つあります。ノルマってプレッシャーをかけるわけじゃないですか。そうですね、はい、あれはなんであれだけ不安にしてやらせるんですかね。不安にわざとさせるんですかね、ああいうのは。はい、それで能率って上がりますか？いや、結果的に上がらないと思います。やっぱり結果的に上がらないように感じるんですけど、やりますよね。どうしても、まあ、それはやはりやっぱ専門職の方々もかなり個性も強いですし、はい、独立心も結構旺盛なんですね。やはり手に職 で営業もできるとなると、一応自分でやってみようかなってなる方非常に多いです。スキルとかを身につけてしまうと、はい、跳ねていってしまうみたいな傾向が業界の裏にはありまして、その部分で教育というより、じゃあ自分で自己責任のもと頑張んなさいっていうのが業界の風習なわけです。あ、はい、なるほど。それはどうしても覆したかったので、チャレンジしようということで、全くノルマがなく、もちろんインセンティブももちろん実はないんです。個人インセンティブもありません。でもう一個やっぱり裏では、そのどうしてもいいお客様を取り合うみたいな裏話もあるわけです、ね、ここまでぶっちゃけていいのかどうかちょっと分かりませんけど、いやいや、あるでしょうね、裏話すぎて。そうなりますよね。そうするとやっぱり一つのお店の中っていうんですか、サロンの中でどうしても雰囲気が悪くなりますよね。あ、絶対それが表に出てきたら、お客さんもなんか引くものがありますよね。ありますよね。なんだやだなっていう、はい、いっぱい違う業種でもそういう感じることありますもんね。ありますよね。ありますね。その雰囲気の悪いっていうんですかね、こうね、なんかピーンとか糸が張り詰めたような緊張感みたいな、はい、何ここみたいな、そういったものを扱ってるものはね、非常にいいものじゃないですか、はい、結果も出たり、はい、女性に、ね、本当に喜んでもらえるものなのに、でも誤解を受けてしまうような業界、まあ、諸刃の剣じゃでもないですけど、そういう、まあ、裏話があるわけです。それをでも取り除いて、はい、結果的にはやっぱりいい方に動いてますか？もちろんです。まあ、最初はもちろん不安がありましたけど、はい、どうしても直営店やっていかないとですね、うん、その部分でチャレンジできないですよね。で見事に座って動いてるわけですね今。はい、そのためにも面白い評価制度があると、はい、評価制度、はい、はい、当社で導入してますのが360度評価制度っていうのがありまして、基本的にはですね、
入ってきて間もない、社員ですね、新社員とかもですね、上司の、査定ができるという、上司の評価ができるという形を取ってます、だから常に全員から見られてるという、これあれは分かりやすく言うと、全員を味方にすればいいってことですよね、逆に言うと、それ以外チームワークにつながる、チームワークの良さにつながるというふうに判断しましたので、導入したのが360度、全員から評価される、上司同僚部下から評価する仕組みっていうのがいいんじゃないのかっていうことで、やってみてます、だ普通社長もやっぱりワンマンでって言って君臨してしまうみたいなことがありますよね、ボスになってしまって指導者になってしまうんですけど、当社ではなれないんです、残念なことに。なれないですか、もう容赦なく皆さんにパッと意見言われますので。でもそれがなかなか作れる環境じゃないですよね、なかなかそういう組織では上下関係とかどうしてもありますもんね、ありながらもちゃんと評価を伝え合えるっていう、言い合えるっていうのが強いチームです、我々からすると。そうですよね、ちゃんと下もサッカーもそうですもんね、もう何もチームでね、先輩に物言わなかったら何もなんないですよ、言い過ぎると大変なことになりました、そうですね、でも最後はうまくいくっていうような、感じになりましたね。フューチャーブレーンさんの今後の目標って何ですか、今現在は日本でこう店舗展開とかしておりますけど、コンサルティングもやっておるわけですけども、会社で掲げてるのはね、5年後には、5年後というのはオリンピックの2020年に向けて、日本にはなくてはならない会社っていうのを掲げてます。それと2025年ですか、世界になくてはならない会社っていうのを掲げて、早期に早い段階で、海外進出を、考えているのが今ビジョンとなってます、この日本特有のおもてなしっていうんですかね、そういう当社では感動サービスっていう、一般のサービスよりワンランク上のサービスっていうのを提供していこう、それを海外にどれだけ輸出していけるかっていうのが当社の課題になってます、日本の強みですよね、いやそうやってグワッといくわけだね、パワーを持ちになってるわけですね。そんな佐藤さんの格言を最後にお伺いしたいと思います。格言はですね、ビサが大差を生むっていうことをいつも掲げて、ビサが大差を生む、要するにちっちゃなことが大きな差を生むっていうふうに思っておりまして、父親からもいろんな先輩の方々からもね、いろいろ教訓を教えてもらう中で、小さな積み重ねが結果的には大きな結果につながるよと、いわゆる継続ですよね。で、私たち振り返った時に一番苦手なことなんだろうっていうふうに考えると、これやりましょうと、例えば進化改善の中で、特に PDC 早めるとかよく言いますけど、改善していくんですけど進化させて、でもその継続って一番難しいんじゃないのかって。そうですね、なんかいい習慣とかそういうのが非常に難しいので、実はそういったいいことを継続することが、サービス化っていうんですかね、会社のサービス化になったり個人の差別化になると確信しておりますので、そういったものを掲げて、みんなとですね、社員一丸となって現在頑張っております。いや豊島役にはそのアスリートのようなメンタルを感じておりますから、今後のご活躍を期待しております。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。最近夏ですから暑いですよね。暑いですよ。ここも非常に暑いですよ。私最近水泳をですね、近くの区民施設っていうんですか、そういうところでやったりしてるんですけど、お二人はハマってるスポーツなんてありますか？ハマってるスポーツ、僕はね、今見る方にハマってるね。この時期はね、高校野球だよ。あ、いいですね。やっぱり野球ちっちゃい時やってたからね、あの暑い中でこの気候の中でもう無我夢中でやってる姿って素晴らしいね。もうあれをテレビつけて見て瞬間に俺も仕事に出かけるから、俺もやってたんだっていう感じで最初見て。あやのちゃんはどうですか？私は筋トレを最近、筋トレ、スポーツっていうんじゃないかもしれないですけど、スポーツですよ。筋トレをちゃんとやってて、なんか本当にこうちょっとこうやってるだけでもこうプルプルするぐらいの腹筋力だったんですよ。だけど最近ちょっと本当にやったらプルプルしなく
なりました。体幹、体幹鍛えてるとか、そういうと思います。はい。すごいですね、みんなね。皆さんすごいです。続いてご紹介する企業様なんですが、はい、スポーツ選手の第二の人生のサポートを行っています。こちらの企業様です。はい、アスリートが一般社会で活動するための苦労や可能性は、元アスリートが一番知っている。そんな思いから、アスリート専門の人材紹介会社を経営する元アスリートがここにいる。ザッツ株式会社代表取締役阿部克也。競技を中心に生活をしてきたアスリートや体育学生が不慣れなビジネスの世界に足を踏み入れる時のサポートを行っているザッツ株式会社。不安や悩みを理解し、また彼らの可能性を知っているからこそ、的確なアドバイスと企業とのマッチングを行えるとして、アスリート、企業、双方からのニーズが高まっている。阿部克也に話を聞いた。早速ですけど、うん、やっぱりこれからお伺いしたいんですが、こちらはすごい初めてだね、スタジオに、はい、ハンマーですかこれ。そうです、すごい初めて見ました私、もうハンマー投げのハンマーになり、実際にハンマー投げとか競技をやってらっしゃったからというのは、はい、そうですね、きっかけは、はい、やっぱりあの私自身もあの体育学部というところを卒業してまして、あ、そうですか。で、はい、であの現役の時にこのハンマー投げをしてましたので、まあ、あの自身もやっぱりこう就職でですね、やっぱり困ったとかそういうこともあったので、まあ、やっぱり今の現役の子たちもやっぱそういう困ったところもあったりとかするので、それをやっぱりこう支援をしていこうというところが、いや本当にあると、これいつもバッグに入ってるわけじゃないですよね。常に入ってないですね。なんか初めてだから触りたくなっちゃう、いいですか。あ、どうぞ。これはでもこれを投げるっていうのは立ち上がっちゃったよ俺は。何キロぐらいあるんですか。これですね。すごいこれ。一応16ポンドありまして、いや、あのボウリングの一番重い球と同じ重さになりますね。これまだいいじゃん、考えられないよ。私持ってます、ね、これ持てなくていいと思うね。女子でもそういうご自身で実際競技もされてて、かつ人材派遣のお仕事もされててっていうことでしたが、始めたお仕事、始めた当初、開業当初っていうのはスムーズにいきました。いや、まあ、あの、まあ、今でもなんですけども、やっぱりその理解度というか、あのやっぱりそのアスリートの、 その、まあ、受け皿となる企業さんへの理解っていうのがなかなかやっぱりまだ浸透してないので、まあ、そこをやっぱり浸透させていくというのは非常に重要なポイントにはなってきてますね。あとはあのアスリート自身の方もやっぱりこうどうしてもスポーツだけをやってきてるので、そうなんですよね、なのでこう少しこう自分を卑下してしまうというやっぱり傾向があるんですよね。なのでそこをやっぱりこうなんていうんですかね、内面をこう出していくというか、あの良さをこう出していくというところのお手伝いも我々としてはさせていただいているというふうなことですね。非常にあの不器用だったから、それだけにこうかけてきちゃう、まあエイジもそうだけども、ガッとやってきちゃうと、他のその社会っていうところとは別のような、我々がどんなメンタリティでやってても、頑張ってやってきても、まあね、社会とまあ違うんだろうなっていうような感じになったけども、そこを生かされるものってあるんですよね。そうですね、やっぱり、練習をこう重ねてですね、いろんなやっぱ精神的なものも鍛えられてますし、あのストレス耐性もあるわけで、あの社会としては欲しい人材であるはずなんですよね。やっぱりそこにこう自分から前向きにこういけるようにあの、してあげるっていうのも必要なポイントにはなってくると思います。前向きに なれなくなっちゃうんですよね。そうですね、特にやっぱり引退した後っていうのはやっぱりもう何も見えなくなっちゃうっていう部分があるので、大会系の大学を出る時の方に限りですか。いや、引退してみたいな途中で、はい、いわゆるあの現役アスリートの引退後のセカンドキャリアというところも、はい、あの支援をさせていただいておりまして、そうですか。あの先日も実はあの相撲部屋の方にちょっとお邪魔して、いろんなちょっとお話なんかもさせていただいたりはさせていただいております。社会に出ることの恐怖心みたいなのがあるんだよね。恐怖心、恐怖心がある。それこそさっきおっしゃってた、そうですね、自分を卑下するってところ、卑下するっていうことになっちゃうんだよね。そうですね、やっぱりこう何もできないんじゃないかとか、そういう専門性のある勉強もしてきてないしだとか、
そういったところでやっぱり卑下してしまうという部分が出ちゃうんですよね。そういうのってやっぱりカバーできていくもんですか。はい、そうですね、やっぱり一つ一つ個人個人と話をしてですね、はい、掘り下げていくことでやっぱり今までの経験の中でやっぱりいろんなこう失敗とか、うん、成功とかっていうそういう、こう体験談がいっぱいやっぱりあるんですよね。それをこうきれいにつなげていくとやっぱビジネスとしてもやっぱつながる部分っていうのが出てきますので、これが仕事と直結するというふうにはなってくるかというふうに思います。はい、特にここはうちの売りですよってしてるところはどんなところですか。はい、我々はもう本当にこの人材紹介というところに特化してますので、うん、いわゆるそのマッチング、うん、ここに自信を持ってやってるんですね。マッチングっていうのは、はい、どういうことですか。マッチングこれはですね、うん、結局今のようにこう、まあ、本人がどういうふうに思ってるかとか、うん、その内面にある部分だとか、うん、そういったものをこう引き出して、で企業さんのニーズとそれとご本人さんの方のニーズと、うん、それをこうきれいに合わせると、うん、で要はその後の離職率をこう下げると、うん、できるだけやっぱり長く気持ちよくやっぱり働けるように環境を整えるというところに我々としては自信がありますので、うん、必ず引退したりとか必ずそういう競技を離れる時ってあるわけじゃないですか。それはもう若い年取ってからって関係なくね、はい、そういったところから違う世界って考えちゃうんだけども、実は違う世界じゃなかったりするんですよ。つながってることがあるんですよね。はい、まあ、結局はやっぱりそこもこうきれいにつながってたりするんですよね。つながってるんですよね。でもそれは僕らアスリートの時はそうだったけど全くわからない、そうもうああもうこれやめたらもう全然違う世界になっちゃうんだみたいな、そうじゃないんですよね。やっぱやることってね、気持ちの面でもよく似てる、うん、やっぱりそのスポーツをすることでこうヒューマンスキルをやっぱり上げていくというところはアスリートはやっぱりよくできてますので、うん、やっぱりそこをこうやっぱりこう前面に出して、うん、企業さんの方とつなげていくというふうにしていくということですよね。なんか優しそうで温かそうだもんね、はい、こうした方がいいんじゃないかって何でも相談していいかなって気持ちになりますよね。うん、ハンマーブンブン投げてそうにはもう見えないからね相談だからなしかもザッツ株式会社様では、うん、途中退職返金制度というのがあるということなんですけども、そうですね、はい、まあ、今ちょっとお話しさせていただいた通りで、うん、我々としてはマッチングというところに非常に自信を持ってますので、はい、退職、まあ、その入社してからですね、一応半年までは、うん、で、まあ、退職した場合ですね、うん、この場合はまあ返金の方をさせていただいておりまして、紹介料の返金ですね、はい、ですので、まあ、自信を持って我々としてはお勧めをできるというところと、まあ、これだけ自信を持ってお勧めするその裏返しがそういった返金制度というところで自信の表れとしてさせていただいているという部分ではありますね。そして最近の体育会系の方の、はい、まあ、人材の、特徴、人材とかそういう方の特徴っていうのはどういったところですか。ですね、まあ、以前はどちらかというとこう根性だとかっていうふうな、もう精神面だけっていうふうなこうイメージがあったんですけども、最近はやっぱりその練習の仕方もやっぱり変わってきてまして、やっぱりその理論的にトレーニングしていくというふうなものがもう結構浸透しているんですね。そうなんです、はい、変わってきましたね。そうですね、はい、ですのでいわゆる今ビジネスの世界でもよく話になる PDCA ですね、うん、こういったものというのが実はきれいにちゃんと回ってないと強い選手になれないと、うん、いうふうなことっていうのが今 PDCA って何でしたっけ。プラン、ドゥ、チェック、アクトっていうやつですね、はい、なのでまず計画を立てて、まあ、練習トレーニングでいけば練習計画をしっかり立てて、はい、でそれをまあ実行して、うん、でこれがきちっと合ってるのか、うん、パフォーマンスができてるのかをチェックして改善をしていくというふうなことっていうのは、うん、これはもうアスリートとしては今当然やるべき内容になってきてますので、うん、これはもう必ず仕事に生きる部分になってくると思うんですね。パソコンなんかも今の選手、はい、僕はサッカーなんですけど、もうプロの選手もパソコンなんかもう、はい、流暢って言わないけどうまく扱うねみんな、現役中からブログとかバンバンやってるから僕らの時は逆に言うとなんだおい気持ち悪いなおいみたいな感じになるけど、それがもう当たり前になってますから、そういう面では、はい、社会復帰とは言わないけど、そっち側に引退したと行くには意外と行きやすいのかもね、僕らパソコンって言われた瞬間に引いたもんね。ね、不器用な時代だったから。まあまあ。
ぱなかなかこう自分だけで就職活動したりとかするとこうまあやっぱ分からないんですよね、自分では向いてると思っても実は他人から見るといやちょっと違うんじゃないのとか、ね、結構やっぱありますんで、その辺をこううまく引き出してあげることっていうのは我々がまあ一番得意とする部分ではあるのかなというふうには思いますね。そこまで選手が心開くと、はい、その就職決まった後の、あともお付き合い続きますよね。そうですね、はい、なので実際には、はい、やっぱり就職した後も、アフターケアまで我々としてはやっぱりやっていくというところもありますね。逆にこの企業合わなかったけど、はい、安倍さんもう一つ何か紹介してくれないってまた言われる時もあるでしょ。そうですね、まあ、本当はあんまりあっては困るんですけど、ですけども、まあ、やっぱりどうしてもこれは合う合わないありますし、もしくはあとやっぱ年数を重ねていってやっぱりもうちょっとこうチャレンジしたりとか、そういった話もやっぱ出てきますので、そういった時のお手伝いもやっぱりさせていただくというふうになってきますね、はい、ここでですね今後の目標を教えていただきたいんですが、はい、そうですね、まあ、これからやっぱりこう大きなイベントとしてやっぱりオリンピックもありますし、これからやっぱりアスリートをこう目指す、若い人たちというのはやっぱ増えてくると思うんですよね、その裾野を広げるためにはやっぱり我々がこう雇用を伸ばすというところでやっていかないと、なかなかその、要は入り口と出口がしっかりしてないとなかなかこう選手も集まらないというふうになってくると思いますので、我々としてはその出口の部分というのをやっぱどんどん拡大して安心してそのスポーツができる環境づくりというのをしていきたいなというふうには思ってますね、はい、もう実績を積み上げてどんどん積み上げていってほしいなあ、ね、信頼してあそこ行けばいいんだっていうふうに、言いたいね僕も、はい、最後になりますが、はい、そんな安倍さんの格言をお願いします。はい、流した汗は嘘をつかないと、はい、いうことを我々としては言っておりまして、練習をしてですね汗を流してやってきたものがなんか違ったとかですね、その仕事につながらないとかそういうふうにやっぱり言ってほしくないなっていうふうに思ってるんですね。やっぱりやってきたことが全部ちゃんとこうその将来につながるように嘘じゃなかったんだと、頑張ってきたことはその後にこう成功が待っているんだというふうに思ってもらえるような環境づくりが我々としてできればいいかなというふうに思ってます、はい、ありがとうございます。本当今後ともスポーツ界よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション、この本で紹介する333投資法とは、これから不動産投資を実践してみたい、本は数冊読んだけど未だに物件を購入できていない、そんな人の置かれている状況に応じて具体的に実践方法を体系立てて不動産投資を進めていける投資法です。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、確実に稼げる不動産投資副業入門。この本を書いたのは黒木正夫さん。不動産投資家でもある黒木さんが副業としてこれから投資家を目指す方に必須条件を細かく丁寧に紹介、不動産投資の楽しさを教えてもらえる一冊となっています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。